宝来会の犬使いの犬立てとダルと申します。今回アークレゴで利用されるトーナメントプラットフォームのトナメルの海外向けコミュニティマーケティングとしても頑張っておりますのでよろしくお願いします。自分の昔からの愛称であるダルに、後ろに犬をつけた名前になります。ダルっていうのは、韓国語で走れという単語を、日本語に変えたものになります。そうですね、毎週毎週大会が続いてて、その大会の優勝を目指していたらいつの間にか半年過ぎて今って感覚になります。エボの準優勝とか GGDO の優勝とかありましたけれども、それも全部毎週続いていた、ICFC、天王さんの大会ですね。それとか毎月あったスピリットジェロさんのオンラインワリアとか、それとフォアイさんのウィークリーレートとか、そういう大会があった頃からこそ今があるかなと思います。実は、去年の後半からですね、今回アークレボで使用される、トーナメントのプラットフォームのトナメルの、韓国語コミュニティ担当として活動しておりまして、特にその中でも韓国語の対応を手伝わせていただいております。その活動がですね、最終的に今回のアークレボにつながったと思うと、少しは日本と韓国の、格闘ゲームコミュニティの、交流にお役に立ったのではないかなと思って嬉しく思っています。韓国のギルティシーンはですね、ディオンよりは大きくはないんですけれども、ただやっている人は本当に強い人ばっかの魔境と言っても、間違いないと思います。その選手たちがですね、今回公式ストライブでの初めて参加する公式大会でどこまで上がってくるか、私的にはすごく楽しみでございます。注目されている私以外の選手だったらやっぱり TY 選手だと思います。元ストリートファイター J だったのもあって、プレイスタイル的にもかなりトライブ向きな動きをしています。どっかでなんか事故ってプール落ちしてくれたら嬉しいなってちょっと色ってます今はダークネクロ選手じゃないですかね。特にあの選手を知らない日本の選手たちは初めて当たってたら多分チッコる可能性が高いんじゃないかと思います。まずは第一言えるのは読みの強さですね。私自身が結構その相手の動きについて癖を発見して、次の動きを一点読みしてそれに合わせたアタックをしていくスタイルなので、それを通した後、イノのダッシュ力を使ってそのまま勝ち切るのが、私の強みかと思います。で、私の試合の見どころは、そういうところを含めて、あと、今ストライブになってからかなり防御自信ついておりますので、防御してる姿もぜひ見てください。何より諦めない精神ですね。トライブになってから、相手のコンボを食らってなんか壁が割られる際に、いつも自分自身に声をかけてるんですよ。まだ終わってないと、まだイノならいけると、私ならいけると、その精神があってからこそ今まで結構その優勝してたり安定して勝ってきたので、その精神を大事にしていきたいと思います。全世界の犬使いを背負って優勝狙います。